中国軍が中距離弾道ミサイルを2発南シナ海に向けて発射しました。これは8月26日のことですが、南シナ海で艦艇や軍用機の活動を活発化させるアメリカ軍への警告とみられています。皆様こんにちは、ナビゲーターのリリです。このところ米中が互いに牽制し合うかのごとく、それぞれの軍事演習や軍事行動を活発化させ、両国間の緊張が高まっています。そんな中、人民解放軍北部戦区が設定した飛行禁止区域に米軍の U-2 偵察機が侵入したとして、中国側がアメリカ軍による中国への露骨な挑発行動だと非難する報道官談話を発表しました。その翌日、対立するアメリカへの牽制として米軍基地のあるグアムを射程に収めることが可能なグアムキラーなどと呼ばれる弾道ミサイルを南シナ海に向けて発射しました。このまま両者の対立がエスカレートしてしまうことで、米中の武力戦争は現実となるのでしょうか。そしてこの米中対立は今後の日本にどのような影響を及ぼすのでしょうか。こちらではこのニュースの概要や注目点、また海外などの反応をご紹介いたします。それでは今日も最後まで私にお付き合いくださいね。8月19日付、香港紙サウスチャイナモーニングポストによると、中国軍は8月26日の朝、内陸部の青海省と沿岸部の浙江省からそれぞれ中距離弾道ミサイルを南シナ海に向けて発射したことを中国軍に近い消息筋から明らかにした。中国国防省はミサイル発射の前日、人民解放軍の北部戦区が実弾演習のために設定した飛行禁止区域に米軍の U-2 偵察機が同日侵入したと非難する声明を発表していた。弾道ミサイル発射はこうした米軍の行動に警告を与える狙いがある。青海省から発射されたのは射程約4000キロの DF-26。 DF-26 は米軍基地のあるグアムを射程に収めることからグアムキラーと呼ばれ、空母などを標的とする対艦攻撃も可能とされる。浙江省から発射されたのは空母キラーと呼ばれる対艦弾道ミサイル DF-21D で、射程1500キロ超。いずれも海南島とパラセル諸島の間に中国軍が設定した演習海域に着弾したと報じています。すでにアメリカのトランプ政権は、中国が南シナ海の大部分で主張する領有権について完全に違法だと中国側の主張を否定していました。他にも中国共産党の横暴ともいえる香港の統制強化などを受けて、アメリカは中国に対して強気の姿勢で臨むことになります。その一つとして、中国による南シナ海の埋め立てや軍事拠点化などに関与した中国人に対してビザの制限を実施することを決めました。さらにアメリカ軍は台湾やオーストラリア、東南アジア諸国とも連携し、東シナ海や南シナ海に空母を展開するなど、軍事プレゼンスを高めていました。今回の中国による弾道ミサイル発射は、経済・軍事両面で対中国への圧力を強めるアメリカのトランプ政権を牽制する意図があるようです。そんな逆切れとも取れる中国の反発を受け、あのドナルド・トランプ大統領がやられたまま黙っているわけがありません。今回の弾道ミサイル発射の事実を受けて、アメリカは南シナ海開発関連企業24社に対して輸出禁止措置を取りました。対象となる企業には、中国が提唱した広域経済圏構想の一帯一路に関わるインフラ建設企業である中国交通建設や GPS 関連機器を手掛ける通信会社などです。今回の措置は金融制裁を伴わない米国原産技術の禁輸のみのため、影響は短期的と予想されます。つまりこれはアメリカから中国へ倍返しを警告したとも言えるでしょう。本気でアメリカが制裁をする場合、中国の国有銀行に対して金融制裁を下す可能性があります。仮に中国に対して金融制裁を下した場合、国際的な金融システムの崩壊につながるリスクもあるため、
現在は抜かずの宝刀とも言われていますが、これ以上中国が横暴を繰り返す場合は殿下の宝刀になるかもしれません。ではこの米中対立問題は今後の日本にどのような影響があるのでしょうか。ご存知の通り、日本とアメリカは日米安保条約を基本とした強固なパートナーシップを確立しています。この蜜月とも呼ばれる信頼関係や同盟関係を捨ててまで中国側に味方することはまずないでしょう。これはつまり、万が一米中の軍事衝突が勃発した場合、その規模にかかわらず日本は何らかの形でアメリカに協力することを意味しています。日本では2020年8月28日に安倍総理が辞意を表明したばかりなので、現実的には次の総理総裁が率いる政府与党がこの問題を舵取りすることになります。およそ7年間にわたりアメリカとの良好な関係を維持しつつ、中国との距離感をうまく調整してきた安倍首相の外交手腕は国内外から高く評価されています。この時点ではどなたが総理大臣になるかは予想もつきませんが、2020年の9月に選出される後任のリーダーにも国益を損なわない舵取りで日本の将来を守ってほしいですね。今回のニュース、世界ではどのように感じているのでしょうか。引き続きご覧ください。それでは海外の反応をご紹介いたします。強硬な態度をとっているということは、中国はかなり弱ってきている証拠だね。バイデンじゃなくトランプに再選してほしい。そして再選後も中国に対する姿勢を緩めることなく、より一層邁進していってほしいです。アメリカの行動を強く支持します。強いアメリカに感謝しています。トランプ大統領が私の住んでいる州で指名演説をしました。演説の内容としては、強いアメリカを取り戻す、中国依存からの脱却を強く打ち出していました。これから11月の選挙まで中国に対する姿勢、締め付けはもっともっと厳しくなっていくと思われます。アメリカが中国に攻撃をした場合、中国は戦う準備ができているように思えるんだけど、これは中国共産党が自国民に向けたプロパガンダです。中国政府はアメリカに攻撃を仕掛けたら自滅することになると理解しています。つまりこれはブラフです。中国ってあらゆる面で国際ルールに違反しまくってるのに、抗議できる立場なのでしょうか。中国は静かにすることを学んだ方が賢明だと思う。アメリカは台湾や東南アジアのいろんな国をサポートしているから、横暴な中国に好き勝手されたらアメリカのリーダーシップが失墜するでしょう。中国共産党は戦争を望んでいません。だから警告だけしかしていないのでは。勝てるわけがないのに、中国はなんでこんなことをしたんだろう。バイデンが大統領になった場合、オバマみたいに中国に及び腰になるんじゃないかと本当に心配です。アメリカの民主党議員は中国への関税を減らしたがっているからね。バイデンは習近平をけなしているから、中国に対してどんな対応を取るのかよくわからない。政治家は言葉だけで何もしないことが多い。中国軍はアメリカの最も書いてほしい部分を書いてくれるよね。中国の南シナ海への領有権主張は違法です。そこは国際水域です。中国軍はアメリカが対ミサイル技術を持っていることに気づいているだろうけど、中国では自国民への情報を検閲しているから、ミサイルに関する過大なコマーシャルを信じていそう。アメリカの U-2 偵察機は非常に性能が優れていて、コストもわずかなんだよね。これでアメリカが南シナ海に軍艦を送るのが止まるとは思えない。もしこれが警告だとしたら、次の警告はどうするんだろう。問題は、戦争に発展しないほどの攻撃的な警告には限りがあるということです。今の大統領がトランプで本当に良かった。そうでなければ、経済面、技術面での向上した中国は抑えることができなかったよ。日本国内の反応です。日本はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランドと歩調を合わせて対応するべきだと思います。圧力ばかりで駆け引きを知らない国ですね。世界中の皆さん、中国共産党が武力行使してきましたよ。トランプ大統領ばかりに任せず、世界中の被害国は心を一つにしなければなりません。劣勢が伝えられるトランプ大統領は、今こそ選挙再選への知恵の出しどころですね。選挙前にこれやられたら、トランプもそれなりの対処措置を取るのではないでしょうか。局地紛争くらいなら十分にあり得ると思います。安倍首相が辞意を表明した今、最も狙われるのは尖閣かもしれません。中国も北朝鮮も思い通りにならなかったら弾道ミサイル発射、もはやお決まりの行事ですね。独裁国家は力ずくで押さえつけるやり方しかできないのかな。そういったやり方では通用しないことを国際社会は知らしめる必要があると思います。どういう勝算があって大国アメリカに喧嘩を売るのか分かりません。万が一開戦になっても、中国は制海権、制空権を米国に取られて、米国のステルス型無人兵器が北京を攻撃するのでは。共産主義国家がこういう行動を取るときは、国内の統制が取れず政情不安なのではないかと予想できます。日本も国益を守るために毅然とした態度で臨む必要がありますね。今の中国共産党の指導者は、共産主義の理念を抑圧への抵抗としてではなく、独裁や支配の道具として利用してきた人たちです。最初から権力を利用することにしか興味のない人たちです。政府やマスコミは、正確な米中の軍事的状況と日本政府のスタンスを知らせてください。北朝鮮の暴挙は監視で済むけど、中国共産党の最近のエスカレートした行動は看過できません。行き過ぎた行動がいつ引き金になってもおかしくないです。とうとうミサイル発射まで決行したのは、宣戦布告のつもりでしょうか。トランプさんのことですから、中国の軍事挑発を抜かりなく大統領選の課題に転換し、中国への強硬姿勢を追い風にしてくれると思います。習近平は元オバマ大統領に対し、南シナ海は軍事基地化しないと明言したはずです。この約束違反をトランプ大統領が正そうとしている、アメリカ大統領には必要な素質だと思います。グアムキラー、空母キラーなどの名前は立派ですが、弾道ミサイルを発射したことに米軍はあえて何も言いませんでした。アメリカはあれでは動く標的には命中しないと断言しているそうです。つまり無意味ということです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今回の中国側が取った行動には、世界中から呆れた声や懸念する声が多く見られました。つまり、これまでの中国共産党の傍若無人な政策が世界中で冷ややかな目で見られていると言えます。一方で、さらなるエスカレーションからの偶発的紛争が始まる可能性は十分にあります。もし米中の武力衝突が現実になってきた場合、我が国固有の領土である尖閣諸島への侵攻も考えられるでしょう。その結果、中国に対して世界中からの非難や制裁が下された場合、自暴自棄になった中国が何らかの引き金を引くことで被害を受ける、つまりチャイナリスクに備えることは私たちにも必要だと思います。現政権の意思を引き継いだ次の日本のリーダーが、中国に対して毅然とした態度で臨むことを期待しています。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。リリでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。